はい、どうも、秘密結社フェガム総帥ハッチでございます。今回はね、まあ感染期第34節仙台戦ってことでね、まあ全部やっていくところなんだけれども、まあここはね0対0のスコアレスドロー、なかなか勝てない試合が続いてた時期、まあ勝てない試合が続いてた時期って言いながら、この辺りはまあ調子を崩して負け続けてる回にも歯が立たないみたいな状況は脱して、まああとね、ここで一回勝てばケチャドバみたいな雰囲気が漂い始めてから何試合も勝てなかった時期をね、まあ、そうなってくるとね、ここで停滞したのはやっぱり今年一番痛かったのかなぐらいのことにもなるんだけれども、まあとはいえね、まあなんとかしようと必死でもがいていた時期みたいなところでもあるんでね、まあ本当に、うん、その辺をね感じざるを得ないというかね、まあ逆にで来年はもうちょっとスムースに勝ちたいなっていう、まあそれがねできるだけのいろんな改善策とかあるだろうし、まあだからこそね篠田さんにも続投要請というような状況にはなった。まあ最終的にもね、去年のよりはリーグ戦の順位も上げて終われたし、うん、なんだけれども、まあこの辺りの停滞がまあ痛いは痛かった。うん、まあね、悪くはない内容だったって言いながら勝てない時期っていうのもまああるもんだけどね、とはいえリーグ戦勝てない時期が続きすぎてしまったなっていう、そういうね、なんていうか息苦しさを象徴するようなね感じだった気はしますね。とりあえず以上ハッチでした。